皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。日本の自動車メーカーの一つであるスズキ。トヨタやホンダに比べると販売台数では劣るものの、軽自動車といえばスズキと言われるほど、軽自動車の製造・販売を得意としており、自動車業界で独自のポジションを築いています。日本国内で人気のスズキの車種というと、まず思い浮かぶのはスペーシアやハスラー、ワゴン R など。しかし海外でスズキといったら、まず名前が挙がるのはジムニーだといいます。そこで今回は、海外でも話題になったジムニーの性能や同社に関する投稿動画などをご紹介、ジムニーの人気に迫ってみたいと思います。ジムニーについて。スズキが1970年から販売している軽自動車のオフロード四輪駆動車、ジムニー。小型で軽量のパートタイム 4WD 車であり、ジープ以来の伝統的な四輪駆動車の構成を誇示しています。低級振動や重量増などのデメリットがあるにもかかわらず、今なお強度と耐久性を重視したラダーフレームを採用。サスペンションも前後とも固定軸を用いています。一般の乗用車のみならず、オフロード車であっても車台のモノコック化、サスペンションの独立懸架化が進んでいる現代の自動車技術。そのような状況の中では、ジムニーの存在は独自かつ稀有なものであると言ってよいでしょう。そしてそれゆえに同社は、本格オフロード車として日本のみにとどまらず、世界中から高く評価されているのです。小型で軽量のボディやラダーフレーム、リジットアクスル式サスペンション、台形タイヤなどの優位性により、特に純粋な悪路の踏破性能においては、四輪自動車としてトップクラスの性能を持つジムニー。クロスカントリー競技のベース車としても同社は使用されています。また日本国内では林業などの作業車として活躍。道路が狭い山岳地域や積雪地においては、機動性の高いインフラ生活用車両として根強い需要があり、パトロールカーや郵便集配車としても利用されています。さらに林道走破や釣り目的の山道、砂浜での走行、スキー目的での雪道走行にも耐えることから、それらを目的としたレジャードライブ用途でも人気。簡素で頑丈な構造でありながら改造の余地が大きく、破損時の修復も比較的容易なため、トライアル、ダートトライアル、ヒルクライムなど、悪路走行を前提としたアマチュアモータースポーツに出場することも多いです。2020年11月には、初代ジムニーが日本自動車殿堂の歴史遺産車に選定。20年ぶりのフルモデルチェンジをして発売された新型のジムニーとジムニーシエラは、2018年7月の販売開始から4年以上が経った今でも、約1年の納車待ちになるほどの人気ぶりです。そんなジムニーは海外でも好調な売れ行き。ヨーロッパや北米など世界各国でその性能が評価され、人気を集めています。海外ではサムライや刀などの愛称で親しまれている同社。これまでに世界199の国と地域で販売され、2020年7月には全世界の累計販売台数が300万台を突破しました。現在は世界からのニーズに応えるべく、日本国内のみならずインドの工場でも製造されているようです。海外のネット上でも話題になったジムニーの性能。軽量かつコンパクトでありながら高性能なジムニーは、海外のネット上でも話題に。ここからは YouTube に投稿されて大きな反響を呼んだジムニーの動画を3つご紹介いたしましょう。
まずは一つ目の動画です。撮影されたのは過去まれに見る大雪を観測した関東地方。この日は東京都心でも27センチの積雪を観測しました。動画に収められているのは軽自動車であるジムニーが大型トラックを牽引する様子。路面状況は非常に悪く、押し固められた雪とシャーベット状の雪、さらには夜の冷え込みで今にもスリップが起こりそうな状態です。そんな厳しい状況の中、交差点で立ち往生してしまった大型トラックを懸命に引っ張る小さなジムニー。実際に起こった出来事とは思えないほどの光景ですが、その小さな姿からはたくましささえ感じられますね。2つ目の動画はロンドンに次ぐイギリス第二の都市バーミンガムの西にあるファーリー採掘場で撮影されたもの。運転手はイギリス人でありながら熱狂的なジムニー愛好家、ジムニストを自称する男性です。この採掘場は水はけがとても悪く、大雨が降るとすぐにあちこちに湖のような大きな水たまりができてしまうのだそう。そこである時、一つの水たまりがどのくらいの水深なのかを確認してみようという話になったといいます。そこで男性は改造したジムニーで実際に水たまりに入り、深さを測ってみることに。改造といってもオプションのシュノーケルが取り付けられている以外はこれといった変更点は見当たらないようです。それでも窓を全開にした状態のまま水たまりに入っていく男性、車体は次第に濁った水の中に沈み込んでいきました。タイヤの半分まで水に浸かってしまっても、さらに水たまりの中心へ。エンジンルームにまで水がかぶると、それを見守る友人たちからは歓声が上がり始めました。水たまりの中央のあたりで引き返そうとしたのか、右にハンドルを大きく切った男性。ところがその先はさらに深くなっていたようで、車体は大きく沈み込んでしまいます。ついには窓を全開にしていた運転席にも濁った水が侵入。それどころか室内の天井近くにまで水が入ってきてしまいました。すでに水は男性の顎あたりまでに到達。このままでは溺れてしまうのでは？見守る友人たちも心配していました。しかしその後、男性が再びハンドルを切ると、ジムニーは岸の方に向きを変え、ゆっくりとその姿を現し始めたのです。その光景に友人たちは拍手喝采。男性がおどけた表情で運転席を開けると、車内からは大量の水があふれ出し、ジムニーは何事もなかったかのように走り出しました。3つ目の動画は大雪が降った後に撮影されたもの。ジムニーには分厚い雪が積もっており、周りの積雪も道路が見えないほどの状態です。そんな中でエンジンをかけたジムニー、前に進もうとするものの、発進の勢いで車体から落ちた雪によって進路をさらに妨害されてしまいます。それでもタイヤを激しく回転させて大雪からの脱出にチャレンジ。見守る知人は笑いながら、すごいすごいと言っています。最終的には大量の雪を乗り越えるような形で無事に道路へ。車から降りてきた男性は得意げな様子でした。このように過酷な環境をものともしないジムニーを海外は大絶賛。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。僕はカナダ人だけど雪の中でジムニーに乗っている。友人にこんなおもちゃに乗っているの？とバカにされたことがあるけれど、この車は雪道に対しては最強だと思うよ。ジムニーよりも高性能な車を僕は他に知らない。僕はアメリカ人だけど、正直なところアメリカ製の車では同じことはできないだろうな。スズキに一生ついていきたいよ。ジムニーは侍だからな。あれくらいのことではびくともしないのさ。シュノーケルがついていたとしても
あそこまで水に浸かってエンジンが壊れないのはすごすぎる。あんなことができるなんて誰が想像できただろうか。これがスズキなんだ。しかも何かトラブルが起きても部品は安く簡単に手に入る。ジムニーは本当に強すぎる。やっぱり日本車が一番だな。雪道に強いと言われるジムニー。他の車が横滑りしている中でもジムニーだけは大丈夫なんて話もよく聞きますし、スタッドレスタイヤを履いてゆっくりと走行すれば運転に慣れていない人でもスムーズに走ることができると言います。オープンカントリーブランドがジムニーオーナーに人気の東洋タイヤからはカスタムされたジムニー専用に設計されたスタッドレスタイヤも登場。車高が上がったボディでもバランスよく履きこなすことができ好評なんだそうですよ。ジムニーのオフロード性能について、ジムニーは2018年のフルモデルチェンジによってアクロ走破性が向上。手軽な価格でオフロード走行を楽しみたい人たちの間で根強い人気があります。 FR レイアウトを採用したパートタイム 4WD、 堅牢なラダーフレームの採用という以外にもオフロード走行に適した構造を多数採用しているジムニー。同社が持つオフロードに強い構造を3つご紹介いたしましょう。1つ目はブレーキ LSD トラクションコントロール。ジムニーの特徴としてスタック状態、すなわちぬかるみや雪にタイヤがはまり動けなくなった状態に陥った時に脱出しやすいことが挙げられます。それを可能にしているのがブレーキ LSD トラクションコントロール。この機能が働くとタイヤが空回りしている部分にのみ電子制御でブレーキがかかり、空回りしていない部分にしっかりと駆動が伝えられます。スタックした時にもタイヤの駆動力が失われることがないため比較的脱出しやすくなっているんですね。2つ目はヒルホールドコントロール。走り出しが滑らかなこともジムニーの特徴の一つです。同社はヒルホールドコントロールを搭載。これによって安定した走りを実現しています。ヒルホールドコントロールとは坂道発進時ブレーキからアクセルに踏み替えるわずかな時間にブレーキが働くシステム。特にオートマ車の場合発進時の後退がなくなるため安心して坂道発進ができます。この機能はマニュアル車にも搭載。クラッチ操作のミスによる万が一にも対応してくれます。3つ目はヒルディーセントコントロール。これは下り坂でスピードが出過ぎた場合にブレーキをかけて速度を調整する仕組みです。速度が必要以上に上がることがないため急な下り坂でも安定したハンドリング操作が可能。ヒルディーセントコントロールが不要な場合はスイッチをオフにし作動させないこともできます。まとめ。手頃な値段の軽自動車でありながら力強さと丈夫さを兼ね備え唯一無二の存在として国内外で活躍しているジムニー。ジムニストと呼ばれるファンが生まれる理由もお分かりいただけたのではないでしょうか。しかしジムニーは納期が遅いことでも有名。2022年現在の納期は約1年となっています。納期が遅い原因はコロナ禍で取引先の部品工場が稼働停止になったことや世界的な半導体不足、新規生産ラインのトラブルなど。また新型ジムニーのデザインがオールドユーザーだけではなく若年層やライトユーザーにも支持されて予想外の売れ行きとなったこともなかなか納期短縮に至らない原因となっているようです。そんなジムニーですが5ドア仕様のジムニーロングが近日中に発表されるという噂があります。複数のインドメディアの報道によると2023年1月13日からインドデリーで開催されるオートエキスポ2023において発表されるスズキの新型 SUV は2車種。
そのうちの1台がハイブリッドシステムを搭載したジムニーロングだと見られているようです。多くのジムニストが首を長くして待ち望んでいるジムニーロング、オートエキスポ2023でどのような発表があるのか今から楽しみですね。数年前から日本で大流行しているキャンプ、最近はテントなどの道具や料理用の具材などを持ち込まなくてもキャンプを楽しめるグランピングも流行っていますね。グランピングはキャンプと違って誰でも簡単に楽しめますが、手間や知識が必要だからこそキャンプに魅力を持つ方も多くいます。そしてキャンプを楽しむためにぜひとも欲しいものといえばキャンピングカー。大きなキャンピングカーに乗って家族や友人たちとワイワイしながらキャンプ場に向かう、その道中すら楽しみの一つでしょう。しかし実はキャンピングカーにも様々な大きさがあるのはご存知でしょうか。今回は海外のネット上でも話題になっていた日本の小さなキャンピングカーについてご紹介します。まずとあるアメリカ人女性によるキャンピングカーについてのエピソードです。アメリカ人女性が日本製のキャンピングカー乗った結果、私は日本在住のアメリカ人女性、学生時代の留学がきっかけで日本の企業で働いています。昔から日本の漫画やアニメが大好きだった私は、作中で見られる日本の風景や雰囲気に興味を持っていました。そのため子供の頃から日本に対してのちょっとした憧れがあったのです。そして日本に行ってみたいという好奇心が勝り、大学生の時日本の大学に留学しました。最初は4年間だけでも日本の空気を楽しもうというくらいに思っていましたが、日本での生活を通して日本の素晴らしさに触れ、友人ができるようになり、言葉もある程度マスターできるようになると、アメリカに帰らず日本で就職し日本で暮らしたいと思うようになったのです。そんな私が今勤めているのはとある日本の自動車メーカー。日本の自動車は海外への輸出も多く大人気です。自動車メーカーなら数多くの海外との取引で活躍できるとして、アメリカ人の働き手を雇ってくれるのではないかという思惑もありました。しかし私が自動車メーカーで働きたいと思った理由は他にあるのです。それは日本車の素晴らしさに気づいたことでした。日本に来てから2年ほど経った年の秋のこと、仲のいい日本人の男の子ができた私は、彼と2人で食事に行ったり遊びに行ったりと充実した時を過ごしていました。そんなある日、彼からキャンプへ行こうというお誘いを受けたのです。しかも2人きりで、せっかくのキャンプですからいつも遊んでいる仲良しグループで行った方が楽しいんじゃない、どうして誘わないの？と疑問に思いましたが、答えは出ているようなものです。その日、彼が私に告白しようとしているに違いありません。ずっと仲が良くて、お互いに気に入っていることは分かっているのに、なかなか直接的な言葉を伝えてくれない彼を見て、日本人ってとてもシャイなんだなって思っていましたが、とうとう彼から告白してもらえるということ。それを察してお誘いに OK してからというもの、当日までとてもワクワクしていました。まさに天にも昇る気持ちです。そしてその期待感だけが私のテンションを上げてくれたわけではありません。彼はキャンピングカーを用意してくれるというのです。大学生が友人と一緒にキャンピングカーでレジャーに出かける、このシチュエーションは私にとっての憧れでした。青春を謳歌していることの象徴なのです。そのため約束までの2週間ほど2人でキャンピングカーに乗っている風景を想像しながら過ごしていました。そしてキャンプ当日、私の家の前の道に1台の車が停車しました。
それを見て、私の頭には嫌な予感がよぎったのです。もしかして、これが彼の車？その車は紛れもないキャンピングカー。しかし、あまりにも小さいではありませんか。たとえソロキャンプだとしても使い物にならないようなサイズ感です。私は心の底から祈りました。この車が彼のものではありませんように、たまたま私の目の前に止まっただけでありますように。しかし、残念なことに私の祈りは届きませんでした。その小さな車から彼が降りてきたのです。そして、いやあ、お待たせ。早速出発しようか、と能天気な言葉をかけてきました。私はそれに苛立ち、つい失礼な発言をしてしまいます。何？この小さな車。こんな車でまともにキャンプができるわけないでしょ？すると彼はしょんぼりしながら、でも意外と快適だからさ。さあ、乗ってみて、と乗車を促してきました。自分の失言を申し訳ないと思いつつも、素直に謝ることもできなかった私は、小さなキャンピングカーに無言で乗り込みます。後部を見ると大きなテーブルがあって、一応キャンピングカーの様を呈しているようでした。あまり車内の雰囲気が良くない中、2時間ほどのドライブの末、山の中にあるキャンプ場に到着。気を取り直して、バーベキューと行こうじゃないか、と笑った彼は、手慣れたように準備を始めます。バーベキューセットと椅子を組み立て、キャンピングカーに取り付けられたテーブルを外して車外に設置。あっという間に、二人分には十分すぎるほど広いバーベキュー用テーブルの出来上がりです。私は驚きました。車の後部にあったテーブルを取り外すだけで、こんな使い方ができるなんて。バーベキューの準備は彼のスピーディーな作業により30分ほどで終了。お酒を片手に取りながら私たちはバーベキューを楽しみました。もちろん私の機嫌も徐々に戻っていきます。しかし、ここであることに気づいてしまったのです。バーベキューの様子をスマホでずっと録画していたために充電が残りわずかになっていました。非常にまずい状況です。ここで一泊する予定なのにバッテリーが切れてしまえば丸一日スマホが使えなくなってしまいます。焦る私に彼が思いもよらぬ言葉をかけてきました。大丈夫。この車はスマホの充電もできるから。まさか！と信じきれない私の目の前で彼はスマホと USB コードをつなぎます。するとどんどんバッテリーが回復していったのです。しかし、それは私に新たな不安を呼び起こしました。この電気は一体どこから来ているのでしょうか。車内で発電しているのだとすれば、エネルギーであるガソリンを使い切ってしまうかもしれません。キャンプ場のど真ん中でガス欠になったら、私たちはどうやって帰ればいいの？慌てる私の話を聞いて、彼は笑いました。そして、またも驚きの発言をしたのです。この車にはソーラーパネルがついているんだよ。そのエネルギーを利用しているんだ。私にはこの小さな車が魔法の車のように思えてきました。そして彼は車の中に設置されている電子レンジで焼き物以外の料理を次から次へと用意していきます。もはや私の中でこの車に対する考えは完全に変わっていました。大きなキャンピングカーと比べてあまりにも小さいのに、それと遜色ないクオリティを備える、まさに優れものなのです。その後、私たちは車の後部についていたテレビで映画を見て、まったりとした時間を過ごしました。そして、寝ようかという時になって、彼は車の天井をいじり始めます。今度は何をするのだろう、とおとなしく見ていると、そこにはポップトップがついていて、それを展開するだけで、なんと車内で立ち上がれるほどのスペースが出来上がったのです。さらに、そこに天井パネルを敷き詰めれば、まるで車内が2段ベッドさながらに早変わり。もう脱帽しました。
ちっぽけなキャンピングカーだと思い、馬鹿にしたことを心から申し訳なく思いました。このキャンピングカーの小ささで、大きなキャンピングカーと同等のクオリティを出す技術力は、まさに世界トップクラス。そして、この車こそ、スズキという日本のメーカーが発売した車でした。私は、これがきっかけとなって、日本の車メーカーに興味を持つようになり、改めて日本製品を尊敬するようになったのです。物は見た目で判断してはいけないことを、この小さなキャンピングカーが教えてくれました。たとえ小さくても、素晴らしい性能を秘めたキャンピングカーがあるのですからね。ちなみに、あれからも彼とは順調に交際していて、結婚の話を進めているところ。あのスズキのキャンピングカーは今も活躍しています。エピソードは以上のような内容となっていました。海外のキャンピングカーというと、見上げるほど大きな車が想像できますが、日本ではキャンピングカーに仕立て上げた軽自動車が流行っています。決められた型の中から試行錯誤するのが得意な日本人による創意工夫の塊ですね。もちろん大人数のキャンプとなると空間的に厳しいものがありますが、一人から二人の場合ならば大きなキャンピングカーと変わらない心地よさを楽しめます。むしろ軽自動車だからこそのメリットもたくさんあるのです。ベースとなる車両が低価格であること。維持費が安いこと、取り回しがしやすいこと、駐車場を選ばないことなど、日本で活用するには十分すぎると言えるでしょう。こんなに小さなキャンピングカーを初めて見れば、彼女のようにびっくりすることでしょう。しかし、クオリティを体感するだけで、この小ささがむしろメリットであることにも気づけるのです。日本の軽キャンピングカーを紹介する動画などは、海外のネット上でもたびたび話題となっており、外国人ネットユーザーから様々な声が寄せられていましたので、一部ご紹介します。海外の反応。こういうタイプのキャンピングカーは初めて見たけど、ソロキャンプを楽しむのに最高の車だね。日本のアニメ、ゆるキャンを見て、いつか日本でキャンプ旅をしてみたいと思っていたから、こういう車も選択肢に入れることにしたよ。パーフェクトだよ。最小限のサイズでも満足できるように作られていて、ちょっとしたキャンプ旅行に必要なものは全て揃っている。これはもう、車輪のついた寝室じゃないか。日本人は小さな車作りの達人だね。日本で軽自動車を借りたことがあるけど、それが大好きだったんだ。とても小さく見えたのに、中のスペースは想像以上に広いし、余裕もあるよね。小型キャンピングカーの中で間違いなく最高の部類に入ると思う。屋根の部分のポップアップルーフを上げると、またイメージがガラッと変わるね。私はこのルーフトップの上で寝てみたいな。それに夜寝るときには荷物置き場として使うこともできそうだね。この魔改造がもっと世界にバレたら大ヒットすると思う。日本の軽自動車が非常によくできているのがすごい。アメリカでこのような車を買えないのが悲しいな。道が広いからいらないかと思うかもしれないけど、意外と日本やヨーロッパのバンの愛好家はいるんだよ。キャンピングカーだから普通の軽自動車よりは重いけど、十分なパワーがあるから山道を走るのも余裕。こんなキャンピングカーをレンタルして3ヶ月くらい日本を旅したら楽しそうだな。まとめ。キャンピングカーのメリットとして車中泊をできるという点も挙げられます。災害などで自宅に帰れなくなったり、避難所で寝泊まりしなくてはならない時であっても、軽キャンピングカーがあればお手軽な避難所として十分に活用できるのです。現在は道の駅でも駐車 OK の場所も増えており、トイレと水道も使用できるので、車での旅がしやすくなっているのも人気となっている一つの要因なんでしょうね。コンパクトながらもユニークな車として、今後さらに海外で人気になっていくといいですね。
警察庁の発表によると、2021年の自動車盗難件数は5182件。4年連続で1万件を下回り、ピークだった2003年の6万4223件と比較すると、90% 以上も減少しています。とはいえ、依然として多くの車が盗難の被害に遭っているのが現状です。実は自動車を盗んでいるのは日本人だけではありません。日本車を狙う外国人窃盗団は多く、盗まれた自動車は海外で売りさばかれているんだそう。今回は外国人による日本車盗難の実態についてご紹介いたします。盗難車ランキング。まずは狙われやすい車や場所、時間帯などについてご説明しましょう。一般社団法人日本損害保険協会の自動車盗難事故実態調査によると、2021年の盗難件数1位の車はランドクルーザーで331件、2位はプリウスで266件、3位はレクサス LX で156件となっていました。順位の入れ替わりはあるものの、これらの車は2020年の調査においても盗難件数のワースト3、特定の車に盗難被害が集中していることがうかがえます。一般的にトヨタ車は海外でも高い人気、人気のある車は需要も多く狙われやすい要因になっているんでしょう。またランドクルーザーは悪路でも走行しやすいこと、レクサス LX は荷物の大量運搬に適していることから、発展途上国で人気が高いとも言われています。次に都道府県ごとの自動車盗難件数について見てみましょう。2021年の調査結果は、愛知県が448件で1位、2位に287件の千葉県、3位に283件の大阪府、4位に225件の埼玉県、5位に221件の茨城県と続いていました。愛知県は2019年は3位、2020年は2位と徐々に順位が上昇、2021年はついに1位となってしまいました。上位5府県の盗難件数の合計は1464件、これは盗難件数全体の約3割を占めています。これらの地域に盗難が集中する理由は、国際的な貿易拠点となる大きな港があるから。自動車を狙う犯罪組織は、盗んだらすぐに船で運び出せる場所を狙い目と考えているのです。続いては自動車盗難の発生時間帯についてです。盗難が多い時間帯の1位は深夜から朝、22時から翌9時の 55.2%、 なんと全体の約5割を占めています。次に多いのは日中、9時から17時の 29.0%、 その次が夜間、17時から22時の 8.7%。 どんな犯罪にも当てはまることですが、暗闇で見つかりにくいことは犯行には好都合、また寝ている人の多い時間帯なので長時間の駐車が多いことも盗難が増える理由となっています。自動車の年式についても見てみましょう。2021年に盗難被害に遭った自動車の年式は、最も多かったのが2011年以前で 46.3%、 次いで2019年式が 8.6%、 2018年式が 7.8% でした。2011年以前の年式は複数の年式の合計とはいえ、被害車両の約半数を占めています。最近の自動車は様々な盗難対策が施されているため、年式が古い方が盗みやすいと考えられているんでしょう。その一方で、2016年から2020年式の比較的新しい車両もそれぞれ約 8% と高くなっています。おそらく新型車両は海外での人気も高く、高値で転売できると考えられているからでしょう。また新型車両ではスマートキーの微弱電波を悪用したリレーアタックや CAN 信号という配線を経由して車両のシステムに侵入し、解錠などを行う
キャンインベーダーといった新しい手口による盗難が多発しています。日本車が外国人のターゲットに。高性能で壊れにくい日本車は昔から海外で大人気。高額売買されることから窃盗団にもよく狙われていました。世界情勢が荒れる昨今、狙われる日本車にも変化が生じています。今回は2022年3月時点での海外の窃盗団に狙われやすい日本車を理由と合わせてご紹介いたしましょう。ここ10年の盗難車数トップ3はレクサス、ランドクルーザー、プリウス。特に気候や環境の悪い国、中東や東南アジア、ロシアの富裕層などに求められています。盗難後にどうなるかは車や状況によって様々。そのまま船に乗せられて運ばれることもあれば、部品に分解されて海外に持ち出される場合もあります。先ほども壊れにくい車が好まれるとお話ししましたが、ランドクルーザーのようなどんな悪路でも走行できるクロスカントリー車は特に人気があります。クロスカントリー車なら山道や戦地、中東の砂漠だって余裕で走行可能。ここ数年、盗難車の1位はプリウスでしたが、昨年からはランドクルーザーが1位になりました。これにはロシアとウクライナの情勢も関係があり、戦地で活躍するランドクルーザーをあらかじめ盗難して準備しておいたという説もあるんだとか。ところで、盗難車の多くはどこに売られているんでしょうか。過去の警察の摘発事例を調べていくと、日本の盗難車が売られる可能性が最も高い国はアラブ首長国連邦であることが分かりました。警察の発表に多いのは、広域にわたって高級自動車盗を行い、窃取した自動車をパキスタン人等を介してアラブ首長国連邦等へ不正に輸出したなどと書かれているケース。最近でも正規中古車輸出を装って税関を通過し、コンテナが船積みされる前にヤードで窃盗したレクサスやランドクルーザーとすり替えてアラブ首長国連邦に輸出したなどと報じられています。中東アラビア半島にあるアラブ首長国連邦は日本との経済的なつながりが強い国。日本の原油の約3割はアラブ首長国連邦から輸入されています。高さ世界一のビル、ブルジュハリファやフェラーリワールドも有名。近隣の裕福な産油国だけではなく、世界中から観光客やビジネス客が集まっています。ここにどうして日本の盗難車が送られるのかというと、アラブ首長国連邦最大の都市であるドバイが世界の中古車、自動車貿易の中心地の一つになっているから。ドバイの中心地から車で約20分のところにあるのは DEZ、 ドバイオートゾーンと呼ばれるエリア。ここは世界中の中古車貿易業者にとって天国のような場所なんです。貿易に関する税金も儲けに対する税金も全てタダ。外国人が会社を設立することも簡単にできます。その上、人も雇い放題、儲けたお金も海外に送金し放題。つまりドバイオートゾーンは中古車貿易に特化した経済特区なんです。ペルシャ湾に面したドバイオートゾーンは世界の中古車貿易を牛耳るパキスタンへも船ですぐ。そのためドバイオートゾーンは世界最大の中古車自動車部品貿易のハブの一つに。ここからアジアやアフリカなどに車や部品が再輸出され、その中には日本で盗んだものも含まれているのです。そもそも日本で盗難件数の多いランドクルーザーやハイエースといった頑丈な車は、環境が過酷なアジアやアフリカで人気があります。これらの地域はイギリスの旧植民地だった影響で、左側通行、右ハンドルの車が多数。その上、自動車の登録制度や税関の監視が緩く、盗んだ日本車を売りさばくのに好都合なんです。また厳しい環境で酷使されれば、どれだけ頑丈な車でも部品の交換が必要になりますよね。そのため中古車部品の需要も大きいのです。時には1台の車をそのまま売るよりも部品にばらして売った方が売り値の合計が高くなることも。しかも部品ごとの販売であれば、
コンテナに部品を満載して輸出でき、効率よく儲けられる上、車体番号から足がつくリスクも減るというメリットもあるのです。例えばアラブ首長国連邦では左ハンドル車しか登録ができないんですが、10万円程度の費用で右ハンドル車を左ハンドル車に改造してくれる業者が多数存在します。ステアリングやペダルの左右を入れ替えたり、ボディに穴を開けたり穴を埋めたりするような大掛かりな改造はこの地域では当たり前。ハーフカットされたボディをくっつけて1台の車両にするのもよくあることなのです。日本で盗んだ車がハーフカットにされたり、部品を外したスケルトンに近い状態になったりして、アラブ首長国連邦に送られるケースも多数。そこから他の国や地域に再輸出されているんです。盗まれた車は一旦分解されてしまうと、車体番号の刻印がある部分以外は自分の車だと証明する方法はほとんどありません。また盗難車の部品だと薄々気づいていながら購入した業者も、盗難品だとは気がつきませんでしたと言ってしまえば警察の摘発は困難。自動車泥棒の手口は日々巧妙に、そして高度になっているんです。それから日本車が盗まれる場所は日本だけではありません。アメリカでも多くの日本車が盗難の被害に遭っています。全米保険犯罪局はホットウィールという盗難被害者ランキングを発表。それによると2019年に盗難被害の多かった車は、フォードの F シリーズ、ホンダのシビック、トヨタのカムリ、日産のアルティマなど、上位10車種のうち日本車が6車種を占めていました。海外のネット掲示板でもアメリカで日本車がよく盗まれていることが話題に。そちらに寄せられていたコメントをいくつかご紹介いたします。海外の反応。ホンダのシビックは結構前からよく盗まれているよね。一番事故の多い車がシビックだと聞いたことがある。事故が起きれば替えのパーツが必要になるし、盗んだら絶対に揺れるってことだね。古いホンダ車は世界中で一番盗まれている車じゃないかな。盗難車の回収ドライバーとして働いているけれど、盗難車のほとんどは鍵付きで盗まれている。なんてことだ、盗難されやすい車のランキングの半分が日本車じゃないか。ベンツや BMW のような高級車は意外にランキングに入らないんだね。アメリカでは高級車よりも日本車がよく盗まれる。昔の車のキーは3本の配線をくっつけるだけでエンジンがかかる簡単なものだった。だから盗みやすいんだろうね。ホンダのアコードは30年以上もの間アメリカで不動の人気を誇っている。人気の車種だから中古パーツの価格が安くても確実にさばけるのが泥棒たちには魅力なんだろうね。マニュアル車を買えばいいよ。ほとんどのアメリカ人には理解できないと思う。まとめ。自分の車も狙われてしまったらどうしようと心配になった方も多いのではないでしょうか。窃盗団は下調べをして狙いを定め、犯行の機会を伺っています。盗難に遭わないためには日頃の盗難対策が肝心。特に大きな港の近くに住み、屋外に駐車している車のオーナーは盗難に遭いやすいので注意が必要です。ではどのような対策をすれば良いのでしょうか。ハンドルやブレーキペダル、タイヤなどを物理的にロックするのは視覚的なアピールにもなり、盗難防止につながります。また車載 GPS 装置やナンバープレート盗難防止ネジを取り付けるのも有効です。一度盗まれた車を取り返すことは困難。面倒くさがらずに盗難対策を行い、あなたの愛車をしっかりと守りましょう。現在、世界各国で高く評価されている日本の自動車。2021年、世界の国や地域の中で日本車が新車販売台数ランキングトップだった国は、統計データが確認できるものだけでも40以上に及びます。
日本車は壊れない、部品があればすぐに直せる、燃費性能に優れているといったことを理由に、世界各地に日本の自動車メーカーの工場も存在しており、その地域のニーズに合った日本ミドニュー車種も販売されているのだとか。2021年に日本で一番売れた車はホンダの軽自動車 N-BOX。 対してアメリカで最も多く売れた車はフォードのピックアップトラック F シリーズです。 N-BOX と F シリーズは車のサイズも性格も大きく異なるように、世界各国における最も売れる車にはその国の特徴が色濃く現れるよう、海外でどのような日本車が好まれているのかも地域によって異なってきます。例えば中国では、日本ではすでに絶版となった日産シルフィーが50万台以上の販売を記録しており、シルフィーだけで日産の日本国内販売台数をあっさり抜き去っているという状況。世の中ではオフロード向けのピックアップトラックなど SUV がブームとなっており、もちろんそれは中国でも例外ではないのですが、中国では典型的な乗用車の形であるシルフィーのようなセダンへの憧れを持っている人も多く、それが SUV と同等の人気を誇る理由の一つになっているのです。それでは日本車が強いとされている地域の一つ、中東諸国ではどうでしょう。今回は日本とは文化も風習も大きく違う中東に注目し、日本車人気について解説していきたいと思います。中東の日本車人気。中東にあるアラブ首長国連邦の主要都市の一つ、ドバイの郊外にはドバイオートゾーンと呼ばれる経済特区が多々設けられており、その中に中東最大の中古車市場があります。ドバイといえば世界一高い人工構造物である超高層ビルブルジュ・ハリファや、宇宙からも見える人工島のリゾート施設パームアイランドなどの観光スポットが有名ですが、そんなドバイに400社以上の中古車販売会社が集まり、約1万台の中古車が販売用としてストックされている場所があるのです。その多くは日本から輸出された車であり、日本で見慣れた国産車が中東の地でずらりと大量に並んでいるのは、日本人の目から見ると少し異様な光景とも思えるほど。中には幼稚園や学校の名前が入ったスクールバスや、病院名や消防本部の名前が残されたままの救急車や消防車まで売られています。日本から輸入された商業車はボディに所属会社名などがそのまま残っているようで、これは日本から仕入れた生粋の日本車という中古車としての価値を高めるステータスシンボルになっているのだとか。旧車の場合はメンテナンスに関わる部分が気になるところですが、多くの販売会社がパーツ類も同時に輸入しているといいます。ドバイオートゾーン周辺には多くの整備工場があり、ここでは整備や修理作業のほかに、輸出する国に合わせてハンドルを左右に付け替える改造まで行っているとのこと。車単体の販売だけでなく、アフターサポートまでできるマーケットが独自に形成されています。ドバイにこれほど中古車販売業者が集まった理由には、 UAE 政府が海外企業を誘致するためにフリーゾーンと呼ばれる経済特区を整備したことが挙げられます。近年 UAE 政府は中東諸国特有ともいえる原油依存の経済から脱却することを目的に、海外企業の誘致を積極的に推進しており、国内には40カ所以上のフリーゾーンが設けられています。そこでは 100% 外国資本による企業が認められており、関税、法人税の免除といった優遇措置も受けることができるのです。そのフリーゾーンの一つが
ドバイのドバイオートゾーンであり、その中にある中古車の免税エリアに中古車販売業者が集中しているというわけなんですね。ここでおなじみの車となっているのは、やはりトヨタのランドクルーザーだと言えるでしょう。2021年、UAE で最も売れた車となっており、他にもバーレーンやヨルダン、クウェート、レバノン、カタールでもランドクルーザーがトップ。圧倒的な人気を誇っていることがうかがい知れます。サウジアラビアではランドクルーザーではなくトヨタカムリが1位という結果でしたが、やはり日本車が優勢だということに変わりはありません。ランドクルーザーとは、強靭なラダーフレームを持つ大型の本格 4WD SUV です。車体の剛性はもちろん、エンジンの耐久性や快適性なども高く評価されています。ぬかるみでも脱出できるように、エンジンの出力やブレーキをごく低速でコントロールするクロールコントロールを装備しているため、いかなる状況下でも高い脱出性能を持つことが特徴。昨今トレンドとなっているクロスオーバー SUV とは一線を画す圧倒的な悪路走破性と頑丈さを兼ね備えていると言われています。日本や欧米では舗装路がほとんどになっていますが、中東地域やアフリカでは砂漠地が多く、ケニアでは道路舗装率が 14% ほどだとされています。雨が降れば大きな水たまりや小さな川ができ、そのような路面も走行しなければならない過酷な環境です。そんな環境の中で、もし車が故障してしまえば、最悪の場合死につながるケースも少なくはありません。デザインの好みや快適装備の違いなどは、車を選ぶ際の基準としては二の次であり、優れた悪路走破性と耐久性があること、つまり生きて帰ってこられることが優先されます。ランドクルーザーでしか走れないような道も多いため、高級車や趣味の車としての性格も強い日本とは違い、生活必需品という位置づけになっているのですね。そんなランドクルーザーについては、海外の動画サイトなどでもたびたび話題になっています。中東の砂漠の地でランドクルーザーの活躍を映した動画が配信され、大変注目されていましたので、続いてそちらを紹介していきます。ランドクルーザーの映像が話題に。映されていたのは、砂漠でオフロードカーを乗り回すアラブ諸国の富裕層のポピュラーな遊びの一コマです。アメリカの AM ゼネラルによって、軍用車と関係のない民間車としてシボレー多宝をベースに開発され、世界的に高い人気を誇っているハマー H2 が砂にはまって身動きが取れなくなってしまっています。そこへトヨタのランクルことランドクルーザーが H2 を救出するべく登場。排気量約 6000cc、 重量約3トンのモンスターマシン H2 をいとも簡単に助け出したのです。この映像は海外で反響を呼び、外国人たちから様々なコメントが寄せられていましたので、いくつか紹介いたしましょう。海外の反応。オフロード走行ならランドクルーザーが最も適している。特に砂漠を走るなら絶対にランドクルーザーだ。世界中の砂漠に行ってみろ。活躍してるのはトヨタのランドクルーザーばかりだ。俺もランドクルーザーに乗る前は正直全く期待していなかった。でもドバイで友達に乗せてもらってびっくりしたよ。走り心地が全然違う。結局は人生と耐久性なんだよ。拷問に近いオフロード走行に耐えられる車は世界中にトヨタのランドクルーザーしかないんだ。地方の悪路環境で車に乗る人たちは故障せずに目的地まで行けることが最も重要なこと。それが可能なランドクルーザーこそが間違いなく王だよ。輸入車のメカニックとしては、ランドクルーザーは今まで扱った中で一番頑丈で信頼性の高い車だと言える。
先週56万キロ走ったランドクルーザーのオイル交換に来た人がいたんだけど、漏れや故障は全くなかったよ。ランドクルーザーの品質にはいつも驚かされる。こいつはまるで防弾並みの頑丈さだ。修理が簡単にできるというのもランドクルーザーが砂漠の王と言われる理由の一つだね。ここブラジルではバンデイランテという名前で40系のみ販売されていたよ。うちはコーヒー農家なんだけど、畑まで行くのがとても大変なんだ。ランドクルーザーバンデイランテは確実に仕事をこなしてくれる。とても気に入ってるよ。オーストラリアでランドクルーザーが発売される前、ランドローバーはオフロード車マーケットにおいて 90% のシェアを持っていた。でもランドクルーザーが発売されてすぐ、たったの 2% まで下がってしまった。アウトバックに行きたいならランドローバーに乗れ、アウトバックからまた戻ってきたいならランドクルーザーに乗れと言われている。ランドローバーを軽視しているわけではないけど、つまりまあそういうことだよ。コメント欄にはランドクルーザーの凄さを語る声がたくさん寄せられていました。最後のコメントにもあるように、ランドクルーザーは中東だけでなくオーストラリアでも人気の高い車になっています。イギリスが宗主国ということもあり、かつてはイギリスのランドローバー社が開発した SUV ランドローバーやレンジローバーの天下だったようですが、ランドクルーザーは信頼性の高さを武器にシェアを完全に逆転させたのだそう。手つかずの自然が残るジャングルや雪山などへ行くだけならランドローバーでも構わないが、無事に帰ってきたいのであればランドクルーザーに乗れといった言葉があちこちで伝えられているようでした。オーストラリアでもまた、車がなければ生活が成り立たないと言われており、地下1600メートルにある坑道や兵庫県よりも広い牧場での移動のためにランドクルーザーが利用されているといいます。このような背景もあり、ランドクルーザーについてトヨタは次のように説明しています。世界各地で人の命や暮らしを支える、またより豊かな人生を支える存在として、どこへでも行き生きて帰ってこられることを使命としてきたランドクルーザーは、その本質である信頼性、耐久性、悪路走破性を世界中のお客様の使用実態に基づいて鍛えて進化させてきました。それぞれの時代でお客様をはじめ、この車に関わる様々な人々に安全と安心をお届けすることを目指しています。もちろんランドクルーザーも工業製品である以上、故障や不具合が発生してしまう可能性はゼロではないでしょう。それでもこれまでの歴史やグローバルでの累計販売台数1000万台以上、世界170の国と地域で利用されているという事実が、ランドクルーザーへの信頼度の高さを物語っているのではないでしょうか。しかしトヨタが長年にわたる技術を積み重ね開発した車が、時に海外で戦争の道具となってしまうこともあります。現在でも中東やアフリカの武装勢力に重宝されていると言われているのが、トヨタのピックアップトラックハイラックスです。ハイラックスも中東で人気。耐久性、積載性、俊敏性を有するハイラックスは、ランドクルーザーとともに国際連合機関や NGO による過酷な環境下での支援活動に使用されているのですが、民生品として販売されているため、武装勢力のテクニカルにされることが一般的になってしまっています。パキスタンでハイラックスを見れば、アルカイダが乗っていると疑う一つの材料になると言われているほどで、この状態は初代ハイラックスが登場した頃から続いているといいます。そのためドバイなどでは、国連機関であっても防弾車として改造したハイラックスの輸出に制限をかけているのだそう。1980年代のチャド内戦では、同国の政府軍が
フランスから供与された対戦車ミサイルなどをハイラックスに搭載して戦い、反政府軍を支援していたリビア軍の戦車部隊を迎撃することに成功しました。戦場でハイラックスの荷台後部に書かれたトヨタのロゴがあまりに目立ったため、この内戦は世界からトヨタ戦争と呼ばれるようになります。これほどまでにハイラックスが武装ゲリラに重宝されるのは、戦闘力を何倍にも増やせるからなのだそう。スピードが出せて機動性も高く、機関銃を荷台に設置すれば破壊力も強い。兵士の防弾チョッキを軽く破壊し、軽装甲車両であれば車体も撃ち抜けてしまうため、軽装備の特殊部隊にとっては極めて危険な武器になるといいます。日本の車が世界中にくまなく輸出され、しかも故障しづらく、軍用車両よりも安価だという理由も挙げられるでしょう。2015年にアイシスが公開したプロパガンダ映像に、比較的年式の新しいハイラックスとランドクルーザーが登場していたことから、アメリカがトヨタに対し自動車の入手経路等の説明を求めたこともありました。実際にはアメリカ国務省から自由シリア軍へ救援物資として送られたハイラックスやランドクルーザーが、自由シリア軍の活動中にアイシルの武装組織に襲撃、略奪されていたことが後に判明しています。トヨタからすればハイラックスやランドクルーザーが戦争で活躍するのは本意ではないかもしれませんが、何はともあれ日本車は遠く離れた異国の地でも高い評価を得ているようです。電気自動車への移行などをはじめ、業界の変革期を迎える今、グローバルの自動車業界は今後ますます競争が激化すると言われています。今あるような圧倒的な日本車の地位をキープするのはとても大変なことでしょう。それでもこれまでの実績と品質の良さを生かし、これからも海外で多くの日本車を見られればいいですよね。日本は世界有数の自動車大国として知られています。2020年における自動車の生産台数は中国、アメリカに次いで世界第3位となっており、4位のドイツに倍以上の差をつけています。そして自動車は日本の貿易においても主要な輸出品目として知られており、財務省の貿易統計によると2020年における品目別輸出額の第1位を自動車、そして第3位を自動車部品が占めているほどです。そんな日本の貿易を支える自動車産業ですが、先日さまざまな大手自動車企業より、昨年2021年の生産販売実績が次々と発表されニュースになりました。軽自動車の生産販売に長けているスズキ株式会社の2021年における世界販売台数は前年比 12.9% 増となっており、好調。トヨタグループの2021年のグローバル販売台数も前年比 10.1% 増となっており、しかも2年連続世界第1位とのことです。さらにスズキ、トヨタともに輸出台数は前年を上回っており、新型コロナウイルスの影響を正面から受けた2020年の水準からは回復傾向にあると推測できます。このように日本で自動車といえば四輪の乗用車がフォーカスされがちですが、実は二輪車も負けてはいません。日本の二輪車、バイクも海外で高い評価を受けていることをご存知でしょうか。この動画では日本のバイクについて見ていきましょう。日本のバイクに対する海外の評価やバイク業界におけるシェア、さらに具体的にホンダのスーパーカブについても取り上げ、海外の反応などをお伝えしていきます。日本製のバイクの海外評価。メイドインジャパンと聞いてどのようなイメージを思い浮かべるでしょうか。あるアンケート調査によると、メイドインジャパンから想起される言葉として、
上位にハイテク、高性能、信頼度が高いなどが挙がっており、日本製品に対してポジティブなイメージを持っている人が多いことが伺えます。メイドインジャパンと一口に言っても、家電や食料品、生活雑貨など様々なものが思い浮かびますが、日本製のバイクも忘れてはいけません。日本のバイクもメイドインジャパン製品の一つとして海外から高い評価を受けており、バイクの本場とも言われているヨーロッパ製のものよりも優れていると考える人もいるほどです。日本製のバイクの多くは日本国内向けに開発されたものですが、実はヨーロッパやアジア、北米での販売も見越して開発されたモデルも意外と多く存在します。そんな日本製のバイクですが、海外からは値段が安い、壊れにくい、故障しても部品がすぐに手に入る、種類が豊富といった評価を受けているようです。確かに BMW やハーレー・ダビッドソンなどヨーロッパやアメリカでも高いデザイン性と機能性を備えたバイクはたくさん作られていますが、日本のバイクの良さは性能が良いのに価格がリーズナブルである点。バイクは新車か中古車かや大きさ、スペックなどによって大きく値段が異なるため、一概には言えませんが、日本のバイクは比較的種類が豊富で、高い性能の割に値段が安いという傾向があるようです。それだけでなく、日本のバイクは壊れにくいというのも大きなポイント。さらに万が一壊れてしまったとしても部品が手に入りやすいので修理が容易といったメリットがあるようです。壊れにくさや修理のスピードは日常的にバイクを使う人にとっては非常に重要なポイント。日本のバイクはこういった点が高く評価されているようですね。バイク業界の世界シェア。値段の安さと壊れにくさが売りの日本のバイク。では、世界で日本のバイクはどれだけ活用されているのでしょうか。ここではバイクの世界シェアをランキング形式で見ていきましょう。まずは2020年におけるオートバイ・バイク業界の世界シェア、金額ベースでのランキングです。10位ピアッジオ 2.1%、 9位川崎重工業 2.3%、 8位鈴木 2.6%、 7位 TVS モーター 3.1%、 6位 BMW 3.7%、 5位ハーレー・ダビッドソン4.4%、 4位パジャージ 5.1%、 3位ヒーローモトコープ 5.9%、 2位ヤマハ 10.4%、 1位ホンダ 22.6%。 1位と2位を日本のメーカーが占めており、ホンダとヤマハだけで世界シェアの3割以上を占めていることがわかります。さらにスズキや川崎もランクイン。上位10位の中に日本のメーカーが4社も入っていることから、日本のバイクの人気ぶりがうかがえます。しかしバイク市場を盛り上げているのは日本のメーカーだけではありません。近年ではインドのメーカーも大健闘しており、ヒーローモトコープ、パジャージ、TVS モーターなどが上位にランクインしています。インドは近年、経済発展が著しく進んでおり、未来の経済大国と噂されるほどの勢いを見せているのです。さらに、アメリカのハーレー・ダビッドソンやドイツの BMW の人気も健在です。一昔前までは、バイク市場といえば、ハーレー・ダビッドソンや BMW といった欧米メーカーが占領していましたが、
今では日本のメーカーにその地位を取って代わられたような状況となっています。またイタリアのピアッチオやドゥカティ、オーストラリアの KTM など、ヨーロッパやオーストラリア勢も一定の支持を集めています。加えて注目すべきはロンシンモーターやリーファン、どちらも中国のメーカーで地道ながらもバイクの製造販売を続けている企業です。スーパーカブについて、このように世界的に見ても高いシェアを誇っている日本のバイク、特にホンダはバイク業界の中でも揺るぎない地位を築いており、2020年におけるバイクシェアでは金額ベース、数量ベースともに第1位という結果となっています。ここからはそんなホンダの人気車種の一つであるスーパーカブにフォーカスを当てていきましょう。スーパーカブは1958年に製造販売が開始されたバイクで、発売開始から50年以上の歴史を持ち、時代のニーズに合わせて様々な改良を重ねながら多くの人に愛されてきました。カブとは英語で猛獣の子供という意味を持つ言葉です。スーパーカブの特徴は何といっても燃費の良さと扱いやすさ。いかに低燃費を実現するかは開発改良の際に最も重視しているポイントの一つで、現在のモデルではスーパーカブ50は 105.0kmh/L、 スーパーカブ110は燃費 62.0kmh/L となっています。バイクの燃費は車体の大きさなどによっても大きく変わってきますが、一説によるとバイクの平均的な燃費は20-50kmh/L とも言われています。この平均データと比較するとスーパーカブがいかに低燃費かがよくわかるでしょう。さらに燃費だけでなく排気ガス排出量についても十分な配慮がなされているそうです。それだけでなく、スーパーカブの魅力はその扱いやすさにもあります。通常マニュアル車のバイクを運転する場合は、右手でアクセルやブレーキ操作を、そして左手でクラッチ操作をするタイプが多いでしょう。しかしスーパーカブの場合、左手のクラッチ操作は不要。ペダルを踏み込むだけで変速できるので、高度な運転技術を要さずに気軽に乗ることができるのが特徴となっています。さらにデザインも特徴的で、走行風や足元の泥跳ねを軽減するための独自の工夫がなされています。加えておしゃれなデザインであり、ピンクやブルーなどカラーバリエーションも豊富であることから、老若男女さまざまな世代に愛されているのです。日本国内での主な用途は新聞配達や飲食店の出前、警察のパトロールバイクなどが主なものとされています。それだけでなく、スーパーカブの耐久性は農村部でも注目されており、地方では農作業の足代わりとして活用される例もあるのだそうです。ホンダによると、スーパーカブの累計生産台数は2017年に1億台まで達したとのこと。これは世界最多の生産台数と言えるのだそうです。そんなスーパーカブが愛されているのは日本国内だけではありません。スーパーカブはその燃費の良さ、扱いやすさ、耐久性などが高く評価され、海外でも広く活躍しているのです。特にアメリカではスーパーカブの登場がきっかけで、バイクがおしゃれな乗り物として認知されるようになったようで、スーパーカブはバイクの地位向上にも貢献していたようです。スーパーカブについては海外のネット上でもたびたび話題となっており、外国人ネットユーザーからさまざまなコメントが寄せられていますので、一部紹介いたします。海外の反応。1960年代のアメリカでは、男子高校生はみんなホンダのバイクに乗っていた気がする。ホンダは僕が生まれて初めて出会った日本のブランドなんだ。
昔乗っていたスーパーカブが今でも家の倉庫に眠っているんだ。孫が大きくなったら乗ってもらおうかな。スーパーカブは間違いなく全米を席巻する存在だよ。どうしてアメリカはこういうかっこいいバイクが作れないんだろう。昔はバイクに乗れる年齢が来たらまずスーパーカブを購入するのがセオリーだったよ。安いしメンテナンス費用もほとんどかからないのがいいよね。スーパーカブはシンプルなデザインの中に美しさを感じられるバイクだよね。何よりいいのはハンドルのところにメイドインジャパンって書かれているところ。メイドインジャパンは完璧の証だと思っているよ。スーパーカブは本物の乗り物だよ。安いし丈夫だし世界中の人の足として活躍している。俺はホンダカブがバイクの最高傑作で史上最強の乗り物だと思っている。性能の良さや壊れにくさ、さらに価格の安さで海外のメーカーを圧倒している日本のバイク。アメリカの非営利団体組織コンシューマーズユニオンによるコンシューマーレポートによると、2019年における故障しにくいバイクメーカーの世界ランキングでは第1位から第4位までを日本のメーカーが独占しているとのことです。こういった客観的なデータを見ても日本のバイクがいかに丈夫で故障しにくいかがよく表れていると思います。様々な良さを持つ日本のバイク、これからも日本国内のみならず世界中で人々の足となり続けることを期待したいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。